お知らせします。江ヶ島駅北側に建築会社が2軒あります、うん、同じ名字の会社なんですが、どっちの会社にも別々ありますよね。まだアポは取ってないんですけど、はい、え、でもなんていう名字のなんていうんですかね、会社ぐらいは分かってるんですか。いや、それが2軒並んでるんです。情報それだけ、これだけ、うん、そう。え、これってでも会社探さなくていい。橋本 D の仕事ですよね。これはまたローカルな、えらいローカルな感じに出てますけども、こちらの方ですね、はい、メールをもらって来てるんですよね。そういうメールが来てたから、あのアミタがあったっていう、うん、でも、うん、アポは取ってない、うん、もうむちゃくちゃやん、もうメール来てるやから取ったらいいやん。突撃じゃなくなるやん。アポ取るぐらい一発電話入れるだけでしょ。しかももうメールもらってんのにこれで行ってダメって言ったらどうするんですか。しょうがない、しょうがない、何でこの宿命。これはね、バラエティーだり、はい、ドキュメンタリーとかなるほど、なんか納得させられたけど微妙にね、一番いつも僕ら謝りながら入って大変なんですか。大丈夫、行ってみましょう。はい、行ってみましょう。いや、建設会社探して、名前もなんか書いてませんでした。名前も書いてないんですよ、それが。ちゃんと、あの、ちゃんと送ってください。ちゃんと送ってください。同じ名前っていうことしか込めてない。なんならもう、あの、メール送る人がアポ取っといてください、ほんとに。お願いします。で、行きましょう。探して行きましょう。はい。あ、落ちた。べっぴん。突撃うちのべっぴんさんという。はい、で番組にですね、視聴者の方からメールが届いてまして、いやいやいや、もうあの人生の、あの一コマ、たった一つの僕たちの思い出作りませんか。さあ、やってきましたのは、はい、ひろき建設さんということで、メールをいただいてですね、はい、こちらの方に来たんですけれども、お名前教えてください。横川です。横川は何さんですか。ナオミです。ナオミさん、いや、キャンベル、キャンベル来ました。キャンベル、これちょっと今ちらっと見えましたけど、指輪。マリー、マリーですか。結婚されてるんですか。この髪型可愛いですよね。いきなり髪の毛アレンジが得意とか。いや、まあ、アレンジじゃなくて、今日はあの大将、これ大将ロマン、大将ロマン、大将ロマン、こ、髪型が確かに大将ロマン、なんかちょっとこう浴衣とか着物とかに合いそうな、あ、髪型になってますよね。そんな感じしますね。うなじ、すごい綺麗な感じ。あ、ちょっとうなじみ、ちょっと、いや、うなじみ、いい感じ。うわ、色っぽいな。いいですね、今なんかグッときましたね。この3人の中で、まあ、パッと見な感じ、誰がいいかなっていうところも決めていただいていいですか。3人、はい、ありがとうございます。うわっ、ね、僕はどこの早かったら一緒になってたんですか。いやいや、なんかその緩やかに言うとやらしいっすね。こっちはなんかちょっと一発、なんか1個だけなんかじゃあ特技見せてください。そんなんないですよ。なんかなんかですか。なんかないですか。え、スノボーとか言うたらできない。あ、できるできる。僕ね、はい、あのスノボーの仕草でゲレンデに座って、ゲレンデに座って、ゲレンデあります。今ちょうどゲレンデありますわ。スノボーがあったとして、そうそう、え、こういうことですか。じゃあ、なんかあの、ちょっと見てみか。こうなってないですか。はいはい、はい、あー、こう、あ、なんか届かへんな。あー、この感じね。何させる、わかります。座って、スノーボードとして、これにちょっと届かない仕草ね。届かない仕草。こうちゃんおすすめの届かない仕草。はい、いきますよ。3、2、1。はい、届かない。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 届かないって言ってください。言ってください。届かない。あ、かわいい。何かができない女の子、かわいい。あ、カズヤさん、あれ届かへん。あ、いいですね。あれ届かへん。届けたい、あなたのスマホをここに届けたいんです、僕は。あー、煙だ。ナオミ・キャンベル、あれ届かないペッピンさんに認定でございます。それでは会社のご紹介、お願いします。こんにちは、日置建設でございます。
自然素材の健康住宅ということで、新築とリフォームの方をやっております。何なりところをください。日置建設お願いします。うちのペッピンさんという番組なんですよ。あ、ね、もうペッピンさん、あ、ペッピンさん、ザクザク出てきました。すいません、いいですか、ちょっとお時間よろしいですか。はい、いや、日置産業さんに来たらですね、はい、もう異常なぐらいのウェルカム具合。そう、入ってください、入ってください、ね、びっくりしましたよ。お名前お願いします。あ、山田理恵です。理恵とお名前お願いします。日置直美です。あ、聞きましたよ。何でしょう、直美さん、聞いたとこで1軒目の日置さんで、はい、もう一人直美さんがいる、はい、おいくつか聞いても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ピョーンピョーンこれ嘘ですか。これ嘘です。今日は嘘ですか。24です。24来ました。キャンプダッシュさん、イエイ。30です。30歳、はい、あー、壁作った来ましたね。いやいや、ここで1個したでしょ。話はあんに決まってますから何してはるんですか。ほんま、どういう仕事ですか。そうですね、もちろん設計士さんです。あ、設計士さん。プランと、はい、現場も出るよね。ヘルメットみたいな。ヘルメット、いや、すごく乗ってくるって、プロチホってね。ピョンは、ピョンはもう、終わってんの。やるよ。ちょっとやってもらって、それでこうやってやってもらって、こういう感じで。あのね、あ、女の子がこんなんするのいいんですよ。趣味は休みの日何してあるんですか。私最近始めてサーフィンをやってます。休みの日はサーフィン、エアサーフィンしてください。僕の家ビッグウェアに乗ってください。僕サーフィンと思って踏んづけてもらっていいですか。ほら、こうやってやるんでしょ。こうやって最初パーって。そうそう、てかこれだけしかまだできないね。じゃあこの上にちょっと乗って、僕サーフボード、僕サーフボードと思ってます。じゃあもう、あの、これ番組のポーズ、私一回やるから一瞬ですよ。うわぁ。 Then everybody be servingサーフボードになりたい。日置産業のべっぴんさんはもうとにかくノリノリべっぴんさんに認定でございます。それでは会社のご紹介お願いします。これ日置産業、ガーデニングエクステリア部門でリトルコートリューです。お庭と外構の設計施工をしています。なるほど、現場にも2人とも行くんですよね。もちろん、ね、はい、あなたのお庭を掘りますよ。ノリノリのべっぴんさんが掘りますよ。どうやって掘るんでしたっけ。はい、そうです。